とは異なり一番線待ち合い室の竹、豊か寄りにあった。現在は、大府寄りに移設移設ごとマソン化した、旧出入り口への階段石浜駅は、愛知県知多郡東浦町大和座石浜寺が金に、ある、東海旅客鉄道竹と予選の駅である。駅番号は、CE03。大府駅と竹と予駅を結ぶ竹と予選の中間駅の、一つで、東浦町東部の石浜地区に位置する。 石浜駅は1886年の竹戸予選開通から70年以上経った1957年4月に開業した。開業より20年以上前の1933年に竹戸予選では蒸気機関車牽引列車に代わって機動車による列車が運行を開始した。これに合わせて東浦町内では北部森岡地区に尾張森岡駅、 南部の生路地区に終わり路駅、藤江地区に藤江駅が新設されたが、石浜地区も駅設置の候補地であった。戦後になって駅の新設を求める声が多くなり、1953年頃から陳情も行われた結果、1956年10月に新駅設置が認可され、翌年の開業となった。開業時から旅客のみの取り扱いで、 貨物や荷物の取り扱いは行っておらず、その後開始されることもなく1987年の国鉄分割民営化を迎え、JR 東海に継承されている。二面二線の地上駅、単線区間にある交換駅であり、列車の交換が可能である。列車の交換設備が新設されたのは1989年のことで、隣の小川駅の高架化工事に伴い設置された。 それ以前の1983年時点の配線図によれば、ホームは西側のみで上下列車ともにこのホームを使用していた。一番線側に出入り口があるが、駅舎は設置されていない。二つのホームは、湖泉橋でつながっている。無人駅で管理駅である、大府駅に管理されている。なお、JR 東海は2013年10月1日より、 船内の6駅に集中旅客サービスシステムを導入したが、当駅はその対象外となっている。愛知県統計年間及び下半島の統計によれば、1日平均の乗車人員は以下の通りであった。竹戸予選運行形態も参上石浜駅には全列車が停車するが、2018年3月のダイヤ改正まで運行されていた快速列車は停車しなかった。 駅西側には、石浜駅バス停留所があり、東浦町運行バスが発着する。町内の小川駅を中心に運行されている4路線の、うち、ここには、同駅と町内南部の東浦駅、平地台を結ぶ路線の一部の便が経由している。東海旅客鉄道 CE、竹戸予選区間快速、普通小川駅、石浜駅東浦駅。ありがとうございます。